はい。テザ放送、鉄道です。どうも、よろしくお願いします。本日もやらせていただきます。今日はですね、いい会社に、いい会社を見抜く方法みたいな、とりあえず、面接でとか、一日行ってとかではなく、例えば、まあ、皆さん求人情報で、ペラペラ見たり、あと、職案に行ったり、そういうことで、いい会社ないかなと探すわけじゃないですか、転職するときっていうのは。転職するときにいい会社を探してて、あ、この会社良さそうだなと思って、面接行って入って、がっかりしたという、そういう一連のルーティンがあると思うんですけれども、やっぱり面接に行く前の、前段階で、この会社良さそうだなっていう会社を見抜く方法、これを一つご紹介したいなと、こういうふうに思うんですが、一旦ちょっとそれに関連した、コメントの方を先に、読ませていただきます。いきます。LP ガスや窒素などのタンクローリーで、ほぼほぼ年中募集をかけている寮付きの会社はやばいんですかねという質問来ています。ありがとうございます。まあ質問の仕方がちょっとやばいんですかねっていう質問はちょっとあんまり困ってないのかなって思っちゃいますけど、やばいってどっちにも取れるスラングなので、ちょっとこれはよくわからないんですけど、ダメなんですかねと、ブラックで、こうあんまりいい会社じゃないんですよねという、問いかけだと解釈しますね。これですね、LP ガス、窒素はちょっとわからないですが、LP ガスに関しては、割とこう、繁忙期と閑散期が、結構大きく、波がある、仕事なので、これは人が居つかないっていうのは、一つあるんですよね。なので、もう閑散期に入った人は、あ、これすごくのんびりしていい仕事だなと、一日一回ぐらいやって、でも結構昼ぐらいに帰れたりする日も結構あるので、あ、こいつはいい仕事だと思って、それで、やっても繁忙期でものすごい忙しくなるので、いや、こんなやってらんないっすって言って、やめていったり、逆に、すごいお金が稼ぎたいんだっていう人が、繁忙期に入ってもじゃんじゃんお金稼いでこれはいい仕事だなと思っても閑散期になるともうめちゃめちゃ暇になって全然給料もらえないっすみたいな年収にしたらあんまり変わんないそんなに良くないですみたいな感じになってしまっていやこれじゃ続けられませんみたいな感じ要はもうすごい波が大きいので、このやっぱなんでしょうね年収ベースで考えない感じ、だともう暇の時はもう全然やることないそして忙しい時はもうずっと走りっぱなしみたいな、そういうのにあんまり好きじゃない人、はやっぱり LP ガス向いてないのかもしれません。なので結構人の出入りが多かったり、で、これまあ、寮付きの会社、年中募集してる寮付きの会社っていうことになると、LP ガスって要はこう田舎から出稼ぎに来る人が昔から慣習的に、いまして、要はまあ、東北とか、北陸とかの冬、の時期まあ、農業が一段落ついて、要は稲刈り終わってから、冬になって雪がたくさん降る、豪雪地帯の方なんかは、まあ、冬の間やることないから、こっち、関東に登ってきて、LP ガスで出稼ぎするっていう人結構います。今でも結構いるんですよね。その人たちのための、寮です。なので、その寮に住んでもらって、もう冬の間フル回転して、こっちの都会でじゃんじゃん稼いで、そして5月の田植えに向けて、帰ると。だいたい4月いっぱいで、期間従業員というか、LP の出稼ぎ組は4月いっぱい、いっぱいやって帰って5月のゴールデンウィークに田植えという、そういうまあ人通りのルーティーンが、できてますので寮付きの会社、そしてまあ出稼ぎ組がいなくなるとやっぱり人手が足りなくなるので、まあ年中募集かけてると、やっぱそういうことになってしまいますのでやばいんですかねと言われても別にやばかないですよそういうLP ガスっていうのはそういう仕事ですそもそもが、なので別にやばいとかやばくないとかではなくそういう仕事なので年中募集がかかっていて人が居つかない理由はそういうことなので、自分が、まあ、自分のライフスタイルにもし合えば、例えばですね、冬の間はやることないから、もう、ちゃんちゃん仕事を、もう朝から晩まで稼ぎたいと。そして、稼いで、夏場は、サーフィンが趣味だから、あんまり仕事したくないんだ、みたいな、そういう人は、夏場は LP ガスすごく暇で、有給取り放題ですから、まあ、給料はそんなもらえないですけどね、冬の間にがっつり稼いだのを夏場に、まあ、サーフィンするなり、遊びに行くなり、キャンプ行くなりで、まあ、盛り上がって自分のライフスタイルを、盛り上げてそしてまあ冬になったら仕事をするみたいなそういう人だったらすごく向いている、まあ年間通してですね、向いている仕事と言えるんじゃないでしょうか、窒素に関してはちょっとわからないですね、これの需要窒素の需要ってまあわりかしまあ繁忙期閑散期ありますけど年間通してそんなに浮き沈みがない仕事だと思いますまあ結構忙しい仕事、で結構ねバルブ間違えたりする、ので結構そそっかしい人
人には向いてないんですけれども、これで寮付きの会社っていうのは僕はあんまり聞いたことがないので、ちょっとごめんなさい、わからないっていうことです。はい。そして二つ目の質問いきますね。正社員とはあるけれど、いきなり行きますね。正社員とはあるけれど、時給で、実は雇用契約書も1年契約更新でした。毎日13から14時間労働。これってブラックですよね。深入りする前に辞めようか悩んでますというコメント来ております。ありがとうございます。ブラックかどうかはわかりません。これやっぱブラックにしたいんですかね。やっぱ自分が、長時間働かされてるみたいな、これはブラックだ、みたいな。やっぱりこう、はっきり線を引きたいのかもしれないんですけれども、ブラックかブラックじゃないかっていうのは、まあ何度も言っている話なんですけど、法律の枠を出ているか出ていないかなんですよ。なのでこれちょっと時給っていうのもよくわからないんですけれども、雇用契約書も一応もらってますよね。1年契約更新だって分かっている、書いてあるって言っているっていうことは、そして毎日13時間から14時間労働、これ別に残業代が出ていれば全然ブラックでもなんでもない、で15時間労働が週に2日以内というルールがありますので、別にブラックじゃない、まあこの文面から読み解くと特別ブラックという感じはしません。ただ自分が納得していない会社、この働き方に納得していない、例えばこの1年ごとの契約更新であったりとか、まあ時給の、計算で給料が支払われることに自分自身納得いってなければ、ブラックとかホワイトとか関係なく違う会社を探して、見つかったらそこは穏便に辞めて有給消化して次に移ると、こういうことで普通に、普通に通常通りの手順を踏んで辞めていただいた方がいいんじゃないかなと、そしてこれ別にブラックだから辞めます、ホワイトだからいますっていうことじゃないと思うんですよ。自分がもうこの会社に価値を感じていないからブラックですよねって、僕からブラック認定してやっぱりブラックだと、じゃあもういない方がいいなって自分を納得させたいだけだと思うので、別に自分を納得するもしないも、この先何年かいて自分はどうなるか、自分の予想、未来の予想を立てて、5年いたらもっと楽になって給料も上がって、なんだったら時給じゃなくて月給制になるじゃないかとかですね、そういういい未来が見えるんだったら、今はいてもいいと思いますし、時給が下がる未来しかないみたいな、で13時間14時間の労働で、安月給、まあ要は時給が安い、みたいな労働だったら、もっといい会社探せばすぐにもうポン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 見つかります、のでもう秒で辞めた方がいいんじゃないかなと、思います。まあちょっと自分の考え、多分この、コメントしてくれた方は自分の考えを補足したいとか補強したい、なんとかこう辞める方向に持っていきたいのでコメントをしたのかもしれませんけれども、やっぱそういう考え方で考えて、行っていただきたいなと。会社、まあどちらにお住まいかわかりませんけれども、嫌な会社にいることはないかなと。すごい今日急にうるさくなりましたね。はい、隣のアパートが改修工事でね、足場ばらしてるんでうるさいんですけど、昨日もうるさかったんですよ。はい、ということで、まあブラックな会社、まあこういう2例今コメントを、お読みしましたけれども、そしてですね、ここでじゃあどういう会社を選んだらいいか、まあ面接に行って見抜く方法とか、一撃ブラックだとか、そういうお話動画でこれまでずっとしてきました。面接で行って見抜く方法とか、転職初日に、判断する方法とかですね、そういう話いくつかしてきましたけれども、その前段階として、どういう会社がいいのか、まあ待遇がいいのか、こうやっぱ判断したいと思います。でこう求人情報で調べて、あここの会社いいじゃん、良さそうじゃん、家からも近いじゃんみたいな感じで、で面接に行きたいなと思った時に、この会社、どうかな悩んでる時にですね、こういい会社かどうかを判断する基準、これまあ何度も言っている話なんですけど、もう一回しますね。これ反論も結構来るネタなんですけど、その会社に行く前に、その会社の、もう昼間なりなんなり、車庫に行って車庫を見てください。もう毎回僕言ってます。この来る会社の車庫を見れば、大体その会社が、いい待遇なのかどうかがわかるんです。これいい車で来てるとかそういうことじゃないですよ。自分が納得するような車、もしくはバイク、通勤手段で、来ることができるぐらいの、お金をもらっている会社、つまりですね、趣味の車であっ
ったり、まあ高級車でもベンツでも BM でも何でもいいと思いますけれども、まあ例えばアルファードであったり、そういう結構高級車の部類に入るミニバンあるじゃないですか。そういうのってやっぱり家族がいて、まあ家族いなくてもやからでもいいんですけど、自分が納得する、納得いく車を買える、好きな車を買える、そのぐらいの、収入があるという読み解き方を僕はします。これですね、別に駐車場が砂利敷きであろうが何であろうがいいんですよ。これ砂利敷きの駐車場の会社はろくな会社ないみたいなこと言う人いますけど、別にそんなことない。砂利だろうが、コンクリ敷きだろうが、なんでもいいんです。芝生敷きだろうが何だっていいんです。止まっている車、運転手さんがどういう車で出勤してきてるかを、見てほしいと思います。で、これ、二日行ってほしいんですけど、平日の昼間に止まっている車、見に行ってください。そして土曜日の午前中に出ている人間の車を見てほしいなと。そこで大体わかります。そして例えば原付とかそのバイクで来てる人であっても、昔の古い、ゴミ捨て場から拾ってきたみたいな原付に乗って、来てる人とか、そういうのじゃなくて、例えばバイク通勤でもちゃんと新車で買ったような PCX とか、ちゃんとしたバイクに乗って通勤してきてる人。これは、やっぱり車で来ると渋滞もするし、燃料代も高いしっていうことでバイク通勤にしてるんだなって、読み解けますし、やっぱりちゃんとした車、要は車に全然興味ないよ、俺はもう動きは何でもいいよという人であってもですね、ボロボロの中古の軽自動車、スズキのアルトみたいな、ごめんなさい、スズキになんか別に恨みはないですよ。ただそういうのって多分選ばないと思うんですよ。車に全然興味ない、動けばいいよっていう人であっても、やっぱりちゃんとした収入を得ていれば、やっぱり安全装備とか燃費とかそういうのも考えて、軽自動車を購入するとなったら、やっぱりそれなりの軽自動車、新車で購入すると思います。車に興味ない人であっても。そして運転手さん基本的には車とかバイク好きな人が多いので、やっぱり自分が納得する、好きな、車種のメーカー、スカイラインだったらスカイラインでもいいですし、さっき言ったアルファードとか、別にそこまでいい車じゃなくても、トヨタだったら、ハリアーみたいな結構、SUV が最近流行ってるから、そういう、車で、ピカピカにしてたりとかですね。自分の趣味の車、昔の、古い、ボロい車であっても、この車が好きだっていうんだったら、やっぱり収入があれば、その車綺麗にして、多少改造するなりして乗ってると思います。そういう車で通勤してる人、たくさんいると思います。そればっかりではないですけど、車庫を見れば、ある程度の比率でそういう車が止まっていれば、最低でも車通勤できるぐらいの収入はあるんだなと、ここで読み解けますし、ある程度いい車、綺麗な新車で買ったなみたいなのを見ればわかると思います。そうか、そういう、車ばっかりっていうことは多分それなりの収入があるな。バイクを見てもそれなりの車種のバイクがたくさん並んでるなと思えばそうだな、いい、そこそこの収入だなと読み解くことができると思います。やっぱりこれ自転車ばっかりずらっと並んでるとか、昔のなんかミントみたいなのとか、レッツ2みたいなね、ボロいのパパパパパみたいな、そんなのばっかり並んでたりとかね、そういう会社だと、そうか、給料たくさんもらえないから、通勤もそれなりにこういうことになってんだな、みたいな、そういう読み解き方、一つ、一応筋は通っていると僕は思ってます。それでこれ言うと、高級車で通勤するやつなんかいねえだろ、みたいな、セカンドカーとか、そういう原付なんかで普通は来るんじゃないのっていう方もいるんですけれども、やっぱり車好きな人、例えば僕クラウン好きなんですけど、クラウン買ったらやっぱりクラウンで通勤します。で、ベンツ買えばベンツで通勤します。やっぱ好きな車。なので、平日と土曜日と二日見てほしいっていうのは、普段はバイクで通ってても、土曜日は、会社の車庫で洗車したいから、好きな、車に乗ってって、車庫でこう磨くとかね、そういうこともあると思うので、念を入れたい人は、土曜日と平日と、二日、その会社の車庫、見に行っていただけると、そこまでこの予想は外れてないと、僕は自信がありますので、ちょっと不安感で、この会社がいいか悪いかっていう、判断材料が少ないときは、そういう見方も、ある一定正しいと僕は思っておりますので、試してみることをお勧めします。はい、本日以上になります。どうも、ありがとうございました。ごきげんよう。